ヘイミル王とアスラウグアスラウグは北欧神話に登場する王女。スノッリの言ったボルスンガサガなどに登場する。アスラウグはシグルドと盾の乙女のブルンヒルデの娘。しかし、ブルンヒルデの養父であるヘイミルによって育てられた。シグルズとブルンヒルデが死去すると、ヘイミルはアスラウグのため子供を隠すのに十分な大きさの巨大な盾ごとを作らせ。 彼女をその中に隠して育てた。こうして、ヘルミルは貧しいごと引きとして、アスラウゴをごとに隠したまま各地を旅した。そうして、二人がノルウェーにたどり着くと、ごとの中に貴重品が隠してあると誤解した。夫婦によって、ヘイミルが眠っている間に、ごとが破壊された。夫婦は、建物の中から出てきた少女に、クラカと名付けて養育した。また、夫婦は、 アスラウグが高貴な生まれであることを隠すため、彼女に汚れた服を着せることにした。クラカ、マートン・エスケル・ウィンチが、1862しかし、アスラウグが入浴中、偶然これを目にした男たちによって、彼女の美しさが、ラグナル・ロズブロークの耳に入ってしまった。ラグナルは、少女の知恵を試そうと、服を着るわけでも裸でいるわけでもなく、 満腹でも空腹でもなく、一人でいるわけでも、集団でいるわけでもない状態で、自分の元に来るように命じてみせた。すると、少女は網を身につけ、玉ねぎを噛みながら、犬だけをお供に連れてやってきた。こうして、少女に恋したラグナルは、彼女と結婚し、何人もの子供を設けた。しかし、ラグナルは、スウェーデンの王から、スウェーデン王女との結婚を勧められると、 クラカと離婚することを決意してしまう。サンバの鳥によってこの情報を得た、クラカは、ラグナルが家に帰ってくると彼を激しく非難すると、共に、自分の羊が好奇であることを説明した。そして、クラカは、父が、ファフニールゴロシのシグルズであることを証明するため、蛇のような目をした子供を産んでみせると宣言し、宣言通り蛇のような目をした子供を産んでみせた。また、 クラカは息子を強要し、スウェーデン王を殺させている。ラグナルがイングランドに遠征した際、彼はクラカの警告を守らなかったことで失敗している。ラグナルはヘビの穴に放り込まれた際、クラカが作った魔法のシャツを着ている間は噛まれることはなかった。しかし、ラグナルがシャツを脱いでしまったため、ヘビに噛み殺されてしまうのだった。ありがとうございます。